やっほー、モア兼ドビのカダです。ステーノーダです。今回もニジプロジェクト2の韓国編第3話について語っていこうと思います。はい。で、今回は個人審査の最後のパートだったんだけど、うんうん、まずセータ君から。うん、セータ君がさ、なんかいろんな人に気を使って気さくに話しかけたりっていう話があって、うん、考えながら話すから人にも気を使って話せるみたいなことを JY パークに言われてたけど、うん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 、優しい子なんだなって思ってたけど、うん、なんかそれがこう歌の時も出ちゃうみたいな話につながってたじゃん。あれ面白いなって思って。確かに、なんかそういう見方してるんだって、なんかまたやっぱ JY パークすごいなって思って。うん、でもなんかさ、それのなんだろう、なんかフォローの仕方みたいなところはなんか愛のある感じで よかったよね。 JY パークのコメントがね。あ、そうだね、うんうんうん、ちゃんと伝わってたよね、その優しさが。うん、うん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 。でさ、なんかあの、うん、これ前回も言ったんだけど、うん、今回もセータ君、タイガ君、はい、スキズの曲なんですよ。絶対絶対それよ、大変よこれ。絶対違うよ本当これ。一人で歌う偉いよ。そう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 。でさ、なんかあの毎回あのスキズの曲の時に JY パークが声が不安定っていう指摘するの。そりゃそうよと思って、あのピリの声とスンミンの声全然違うから、それを一人でその振り幅無理よって、うん、最初にあのスキズって言った瞬間、あーってなんか、うん、すごい不安になっちゃった。確かに。で、案の定やっぱね、うんうん、歌がとか言われてたじゃん、セータ君も、うん、いや、でさ、なんかセータ君結構評価が良くなかった感じだったから、うん、うん、ああダメなのかなって思ったら、ダンスの部分で褒められてキューブもらえてたね。うんうん、うん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 、ダンス良かったね。なんか今までより全然上手くなってた気がする、ね、なんか表情がこうコロコロ変わって上手な感じだった気がする。セータ君の回でも思ったし、うん、エイジ君かな、エイジ君の時も思ったけど、ちょっとこう韓国編になって人間性が見える演出が多くなったなって思って、うん、そういうところも面白くなってきたなって。うん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 、確かに。で、そのエイジ君、うん、レイン先輩の曲をやったんだけど、本当の最初の最初のオーディションの段階でレイン先輩の再来みたいな感じで JY パークが評価してたから、はい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 、だからこの曲選んだのかなとか思いつつ、うん、で、そのさっきも言ったように、その人間性が見える部分っていうかさ、人に頼れないんだよみたいな話をしてて、で、心配かけちゃダメって思って話せないって言ってて、あ、なんかそういう子なんだって思って。うん、ていうかなんかさ、あれぐらいの年のさ子で、なんか特に男の子だから、うん、女の子でもそうだと思うんだけど、うん、結構こう同じぐらいの年の子にさ、うん、聞いたりなんかアドバイスもらったりするのを言いに行くのとかって結構難しかったりしそうじゃない？確かにそうかもね。えそれが普通な気がするよね。そう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 、本当それが普通な気がする。うん、でもなんかさ、面白かったんだけど、エイジ君がその今回の曲を消化するにあたって、生まれる前の曲だし経験したことない失恋の歌でみたいなこと言ってて、
ね、これ前、はるくんもなんか似たようなこと言ってたなと思って。うん、そりゃさ、16歳でさ、本当にこれをね、表現するの難しいだろうなって思ったところで、はるくんに相談しに行ったじゃん。で、ここのはるくんがめちゃくちゃかっこよかった。ともやくんとはるくんと、この練習生の懐の広さというか、深さというか、歌詞をこうやって表現したらいいよみたいなのを教えてあげて、そっから本当に良くなったと思う、エイジくん。エイジ君かっこいいな、この子。見た目がちょっと大人になったよね、また一段と。確かになんか痩せたねとか言われてたけど、そう、確かに痩せたかも。あ、シュッとして。ね。パフォーマンス始まる時の演出がさ、こう練習室でこう指プって上に上げてさ、そっから本番の映像に切り替わるみたいな演出がすごいかっこよくて、なんかエイジ君だけなんかめっちゃかっこいいじゃんと思って、そこの演出。めっちゃ良かったね。そのダンスのイメージ強い子だったけど、歌めっちゃ良くなってたし、すごいなんか安定的な声だったよね。すごい聞きやすかったし、キューブゲットでしたね。で、次がタイガくん。そう、私さ、スキズのライブ行った後に、この今回の回見たのね。で、結構もうセータくんのところぐらいからなんか、ちょっと昨日か情緒がおかしいから、なんかずっと感動しちゃってて、で、このタイガくんのところでもう涙腺崩壊して、なんか普段ニジプロで泣かないんだけど、私。大河君のとこちょっとね、なんか胸が苦しくて、いやー、なんかこの子が背負ってるものとかいろいろ考えたら、ああ、なるほどね。ね、そうなんか、この子もスキズの曲だったじゃん。ミロはさ、もう大好きなんだけど、ほんとちょっとこういうところで一人でやるのむずくないって思って。ねえ、むずいよね。大河くん、違う曲だったらいけたんじゃないかなとか思ったんだけど。でもさ、とはいえ、さ、J.Y. パークさん、大我くんに、まあまあ、やっぱ、厳しいかな。期待してるからかな。思った。そのなんかもどかしさもあるんだろうし、J.Y. パークもなんかこう悔しそうな顔してたけど、それにしてもやっぱちょっと厳しい。なんかずっと東京編の時から厳しいなって思ってた、大学に対して。そうだよね。ね、やっぱ心の部分がやっぱり問題があるっていうのを自分で分かってたみたいだし、そこをね、どうやって乗り越えるかっていうのが、ちょっとここから先の見どころなのかなっていうふうには思う。頑張ってほしいね、なんか。頑張ってそほの、しい。先生と相談してみたいな言ってたけど、これを乗り越えたところが見てみたいなと思うね、大河くん。そうだね。で、ラストですよ、ともやくん。ねえ。ちょっと。すごすぎた。ねえ、すごいよね。さあ、ともやくんがこの J.Y. パークの曲選んだときに、自分の良さを一番出せると思ってこの曲選びましたみたいな風に言ってて、やっぱその路線の方が絶対いいじゃんって思って、いつもと違う姿を見せたいみたいな感じでやった子結構失敗してる子多いなと思って。そういう意味ね。確かに確かに。ともやくんにぴったりだったじゃん、この曲。なんかこういう選び方でいいんだなって最後思ったね、やっぱともやくん見て。あとさ、練習の後のメモみたいな宿舎で書いてたやつ見た？見た。ハングルだったよね。ああ、偉いね。J.Y. パークも言ってたけど、その、
基礎をこう無限にしないというか、うん、練習の映像流れてたけど、あの JYP 基本ダンスってやつがあるんだけど、それをやってる映像が流れてたりと、うん、あんなに上手なのにちゃんと基本の部分をやって、あんなにちゃんとメモを取ってやってるって、なんかもうこの子本当もうちょっとレベチすぎる。そうだね。なんかさ、あのちょっと忘れ気味だから若干ニュアンスでしか覚えてないけど、 J.Y. パークがさ、なんかスター性がある子は自分でそれを知ってるから、うん、なんかちょっと練習がおろそかになってそこが足を引っ張るみたいなこと言ってたの、うん、そういうことってありそうだなって思うじゃん、うん、だからでもそれを、はい、そういうのが多分世の中のあるあるなのに、ともやくんすごいなと思って見てた、うん、でさ、やっぱ期待値だいぶ高かった中であのパフォーマンス見せられたらもう好きになっちゃうよね。うんうんうん。しかもさ、始まる前もさ、もうともやくんもちょっとなんか楽し、うん、なんか早く 見せたそうというか楽しそうにしてたって、さすがだなと思って、うん、やっぱ他の子と全然違うよね。エンターテイナーっていうか、パフォーマンス見てて本当楽しいなって思った。うん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 。で多分そういうのが好きじゃん J.Y. パークも。うんうんうん。でもちろんキューブはゲットでしたね。うんうん。でこの後に順位発表があって、順位はこんな感じなんですけど、最下位ミラクくんかって感じじゃなかったねえ。いやほんとこれマニアックじゃなかったらってちょっと思っちゃうんだけど確かに確かに、ほんとそうね。だってさ、壮大くん以外みんな下の方の子好きな曲じゃんそうだよね。だからさ、自分がかっこよくてそうやりたいやつとなんか違うんだよね難しいよ本当にねえ。あとはそうね、そうだいくんやっぱもらえなかったからしょうがないけど思ったより低いよね。うん。あとやっぱびっくりしたのはけん、そうけんかな。そうだね、高かったね。こういう流れで盛り上がっていくんだろうなっていう感じが見えたし、うん、だいぶ J.Y. パークもそうけんくん期待してそうな感じだよね。そうだね。どんどん本当みんなだけど、これはなんかみんなかっこよくなってて、総研くんめっちゃかっこよかった。うんうんうん。最後のインタビューの時、なんかやっぱ自信がついてきてるっていうのが見えた。で1位と2位がさ、うん、これは確かに悩ましいところだなって思ったけど、富安優くんだったね1位が。うん。成長具合みたいな感じで考えるんだったら、うん、富安優が1位がいいなと思ったから、おお富安優が1位だったと思って、うんうん、嬉しかった、うん、確かに、うん、すっごい成長したプラスパフォーマンス良かったで考えたら優くんだよね。うん。でもちょっと私本当智也くんのパフォーマンス好きすぎて、あーちょっと悔しいなって思ったけど、うんうんうん、まあここの1位2位は僅差だなって思う。うん、そうだね。あーでもはるくんが5位か。そうだね、確かに、うん、はるくんも良かったけど、もうちょい、うん、そうだよね。だから本当にこのなんか成長率みたいなところを重視した感じだね、うん、うん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 。ケンくん、ゆうひくんあたりが多分そういうバックだよね。そうだね。だからなんか壮大くんとかエイジくんとかミラクくんとか、もともとこう期待値高い子がちょっと惜しい感じになってるのかな。うん、ほんとミーに頑張ってもらいたいよ、うん、あーミーミーね、いやそうなのよみーさん、ほんと。え、だってさ、なんか、え、私本当にこれ全員でデビューしてほしいとか、ずっと結構本気で言ってるんだけど、
そっか、2回再開取ったら終わりなんだって改めて思って、うん、うんうんうん、結構厳しいなっていきなりそれ。そうだよね。でミラク君次取ったらいなくなっちゃうわけでしょ。そうだよ、もうミー大手だよ、怖い。1回で大手ですかね。ね、早いよ、うん、早いね、もうちょい見たいよミーミーよ厳しいね。なんか意外と厳しいって思って。確かに最初に説明してたけど、なんか実際に順位見ると、うんうん、怖ってなった。うん、うん、あ、ほんとタイガくんのメンタルもうちょいなんか心配だな。そうね、タイガ壮大あたりかな心配なのは。確かにそうか、二人ともそうだね。なんかもう顔が元気ないもんこの二人ちょっと。いや、わかるわかる、ほんと顔に出るよね。うん、それの逆バージョンがほんと富安優だなと思ってて。なんかもう富安優総研とかじゃない。そう、もう顔の輝きが違うって、うん、わかる。うん、でもなんかほんとみんな好きだからほんとどうにかならないかな。でもまあ壮大くんも大河くんもスキルは多分高いから、うん、うんうんうん、ね、全然こう逆転する可能性はまだまだ全然秘めてそうな雰囲気ではあるかなと思うから、うんうんうん、頑張ってほしい、ほんと頑張ってほしい、ね、本当に。なんかさ、あだこうだ言ってさずっと見てるけど、結局 JY パークの言うこと全部正しいじゃん、最初から最後まで、うんうんうん、なんかやっぱこのランキングもさ、うん、なんかあの後から見たらさ、あ、やっぱあの時あだったよねみたいになるのかなと思ってなるね、絶対なりそうだな、ね、うん、そう思うと怖いよ本当、うん、だけどあれだね、ついに次からグループミッション始まるね。うん、もうなんか、うん、その予告だけでテンション上がったね、楽しみ。うん、またね、そうすると相乗効果でね良くなる子とかもいるだろうから、うん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 、すごい楽しみ。なんかもう最近結構虹プロを楽しみにしてる自分がいる。うん、わかるわかる。ということで今回はこんな感じですかね。はい、第4話もそうグループミッション楽しみにまた語っていこうと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。またね。